腸不順病、精力倦怠、まあ、その他ね、いろいろ縁結びと小宝とか、まあ、そういうね、ご利益のある神社にね、行こうかなと思います。こちらにあります。早速行ってみます。初めて行くんですけど、こんなところにあったのかという場所なんですけど、まあ、岡山県内もね、まあ、いくらかねこういう、まあ、ご利益のある神社はあるんですけど、高橋市は僕初めてです。よく見たら金生様って言うんですね。金生生と思いきや生でございました。ご高齢の方はちょっと注意した方がいいかもしれないですね。よし、まだ階段が上にあります。よし、よし、こっちの道があるんですね。すごいですね。もう分かりやすい感じで置いてますね。ここには500円とかね書いてます。まあお札とか、お札、お守りかであったのかな。まあ、この YouTube 的にはどこまでがね許されるのか、まあ、謎な感じですけど、まあ、あのそういう神社仏閣的な感じで、歴史的なとか文化的な観点で言うと、まあ許されると思うんですけど、もう分かりやすいですね。そういうものがありまして、神物がありまして、で、あのこの奥の石碑にも、そういうものが彫られております。で、その先にもまだ何体か置いてあります。これも大昔からのものでしょうね。
というわけで今日はねこんな感じでお届けいたしました。ですね、高橋市内からだいたいね40分ぐらいはかかるのかなっていうぐらいな感じですね。かなりね山を登る感じなので、まあいやふるさと村にね行く際は、まあ、ちょっと時間があったら寄ってもらいたいなっていうようなね、場所でした。まあね、あの夜尿症とか、まあそのね、精力減退してる方とか、まあ子だからとかそういうね、この悩んでる方はぜひね行ってもらいたいなっていう、場所でございました。まあ、すごいですね。なんか前はね、あの赤岩の方にあるね、あの金瀬大明神さんとかも行ったことあるんですけど、ここは本当に初めてで、で、まあなんか金瀬大明神さんの方はもうなんかね片方しかなかったんですけど、こちらはね両方あるっていうようなね、感じです。ちょっとリアルすぎてねやばいなって思う部分もあるんですけど、よくここまで掘ったなって思います。はい、というわけでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。